ニューヨーク風ピッツァは、ニューヨーク市で生まれたピッツァである。ニューヨーク風ピッツァは薄い皮を使って作られ、幅の広い一切れずつに分けて売られることが多い。円の部分は厚く、パリッとしているが、それでも柔らかく食べやすい。また全体的に生地が薄いことから、よく具を内側に半分に折って食べられる。伝統的なトッピングは、トマトソースと細切りにされた、モッツァレラチーズである。 ニューヨーク風ピッツァは1900年代初頭にニューヨーク市で作られ始めたピザがアメリカで発展したスタイルである。このため由来はアメリカ風ピッツァではなくイタリアのナポリ風ピッツァである。今日、ニューヨーク風ピッツァはニューヨーク市のみならずニューヨーク都市圏のニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州をはじめアメリカ合衆国全体で人気のあるピッツァとなっている。 アメリカ合衆国最初のピッツエリアはニューヨーク市マンハッタンクリトルイタリーにイタリア人移民のジェンナロ・ロンバルディが1905年に開店したロンバルディーズであると考えられている。ナポリ出身の移民ピッツァ用ロのロンバルディは1897年に食料品店を開店し、その8年後にニューヨーク州からピッツァを販売する許可を得た。そして従業員のアントニオ・トトノオペロがピッツァを 作り始めた。しかし、多くの人が丸々1枚を購入する余裕がなかった、ことからあまり売れ行きは良くなかった。そのためお客は払える金額を払い、それに応じた分量に切り分けたピッツァを紙に包んで、受け取るようになった。1924年に、トトノーは、コニーアイランドに、自分の店、トトノーズを開店するために、ロンバルディーズを去った。 2010年までに400以上のピッツェリアがニューヨーク市で営業しており何百もの種類豊富なピッツァを提供している。伝統的なニューヨーク風ピッツァは空中で回転させる手延べ製法の生地で生地の上に薄いトマトソースの層を作りその上に乾燥したモッツァレラチーズを細切りにして振りかけるのが基本でさらにその上に様々な追加のトッピングが置かれる。生地は 通常直径約18インチで厚つ切りにされ、一切れごとに買うことが可能である。大きく幅広な一切れは、サイズと生地の柔らかさからそのままの状態で食すことが難しいため半分に折って食べられることが多く、歩きながら片手で食べられる手軽さからしばしばファーストフードとして扱われることもある。ニューヨーク風ピッツァの生地は、コーグル店の強力粉から作られている。また、 ニューヨーク市水道水供給システムの水に含まれるミネラルがニューヨーク都市圏のピッツァ生地に特徴的な食感と風味を与えている。一部の州外の製造業者は信頼性のために水をニューヨーク州内から輸送することさえある。2018年ニューヨークウォーターメーカーは pH レベルの操作、消毒、ミネラルの添加などによってニューヨーク市で使用される水を複製することができる。 世界初の水複製システムを発明し発表した。このシステムはスタテンアイランドのデニーニョズピッツェリアタバーンで最初にテストされた。シカゴ風ピッツァは通常サイズが小さく直径1フィート以下であるのに対してニューヨーク風ピッツァは平均1.5から2フィートと比較的大きめである。また直径3フィート以上のさらに大きいサイズのニューヨーク風ピッツァもある。 ニューヨーク風ピッツァに使用される典型的な調味料としては乾燥オレガノやガーリックパウダー、乾燥赤唐辛子フレーク、乾燥バジル、パルメザンチーズが挙げられる。ニューヨーク風ピッツァはニューヨーク州、ニュージャージー州及びコネチカット州で最も一般的であるがアメリカ合衆国北東部の地域でも多く見られる。この地域以外で見られる。 ピザハットのような大手チェーン店のピッツァを含むニューヨーク風と呼ばれる多くのピッツァはニューヨーク都市圏合衆国北東部で一般的に本物のニューヨーク風ピッツァとして認められているバリエーションに該当しない。ありがとうございます。